東京都新宿区にある博多天神新宿東口駅前店。博多天神は東京都で有限会社大見商事が経営するラーメン店である。乳白色の豚骨スープとストレートの細麺という典型的な博多ラーメン。具はネギとキクラゲ、海苔、チャーシュー。カウンター上には白胡椒、また無料のトッピングとして白ごま、くれない生姜、高菜、おろしニンニク。 スープのタレが置かれている。これらトッピングを各自の好みで添加することを想定しているがゆえ、注文して出てくるラーメンは比較的マイルドな味付けとなっている旨が店内に掲示されている。替え玉無料券を置いている店舗もあるほか、替え玉一玉無料としている店舗もある。ラーメン2019年9月現在、新宿に3店舗、新橋とお茶の水に2店舗ずつ、 渋谷、池袋に一店舗ずつが存在する。過去には、大塚、銀座にも店舗が存在した。また、渋谷には、かつて四店舗存在した。いずれも駅前地域に存在している。2006年2月、入管難民法違反容疑で、警視庁に書類送検された。不法滞在の外国人を働かせたことが原因で、あるが賃金は、日本人と同等の額を支払っていた。 1AB 博多天神で不法就労警視庁経営者ら書類送検ありがとうございます